今日はね、この前挿し木したブルーベリーの鉢上げをやっていました。ね、これほら新しい茎が生えてるの、こっちがね、こっちが刺した枝で、その横から新しい芽が出てきてるのね。茎が生えてきてるの。こっちも伸びてきてるよね。もうこうなれば根っこ張ってる状態であって。で、中見せてみたいんだけども、こういう風に根鉢ができてます。根が回ってる。しっかりこれだけびっしりさ、根っこが張ってるの俺初めてだね。今までさ、10年前にやって失敗して、今回よしもう一回やってみるか、と。ね。で、やったら今年成功しました。まあ当然ね、失敗したやつもあります。こういう風に。で、出してみると、これはもう完全に枯れてるんだけども、出してみると根っこ腫れてないやつ。まあ置いとけばまだいけるんだかもしれないけども、とりあえずそれはもういいやと思って、弾いて土に帰ってもらってるんだけども、大半結構成功しました。8割ぐらい成功しました。鹿沼土とピートモスで挿し木して、これこのぐらいね、うまくいきました。で、今日はそれをさらに大きいポット。まぁ、ちょっとだけ大きいポットね。このうちにあるやつ、何号だっけ ?9 号だったか。このポットを使って、9号 ?3.5 号、うん、9センチぐらいが直径のこの、まあ一般的なポットに移し替えていこうかなと思っています。で、用土なんだけれども、土ね。普通に売ってる野菜とか花とかの培養土に、ピートモスと鹿沼土を混ぜたものを使ってます。まあ、これをこうやって混ぜてね。まだ混ざってなかったから、こういう風に混ぜていって、で、これを用土として使います。で、鹿沼とピートモス、これを使った理由は、ブルーベリーは酸性土壌を好むのさ。で、ピートモスと鹿沼土っていうのは、酸性土のものなんで、それで pH を調整してるっていう感じ。まあ、配合は、適当。ね。普通に花とか野菜の土ってなると、だいたいpH調整してあって、まあ、ちょうどいいぐらいにしてるんだけれども、それだとちょっとね、アルカリが強いから、酸性じゃなくてアルカリの方に近いの。ブルーベリーにとってはもうちょっと酸性になってくれた方がいいなっていう状態だから、それ調整するために、ピートモスと鹿沼土を混ぜました。で、ピートモスが、この土の中で一番高いから、ピートモスだけでやろうとしたけど、ちょっと予算の関係上、あれ問題があるから、安い鹿沼土も足して、かさ増ししながら酸度を調整したっていう感じです。で、まあ、やっていくんだけども、そんな難しい作業じゃないですよ、本当に。こうやってちょこっと入れて、置いて、ね、そこに、さっき抜いた根鉢たっぷりのやつを置いて、うん、いや、崩さないようにしたいからね。で、こうやって、周りに詰めていって、で、あとで水やりして、また日の当たるところ、日の当たるってもまあ半日日当たるところに置いて、光合成させて、さらに根っこを増やしてもらおうと、株を強くしてもらおうっていう感じでやってました。ちょうどいいからもう一個やっていこうかな。ね、これもいい感じにね、茎が伸びてる新しいの。で、これを抜くと、ちょっと揉んで、すっとやると、あ、さっきよりは根が少ないけれども、それでも根が張ってるよね。で、これを、さっきと同じように、で、すっと置いて、ここに、の隙間に、作った用土を入れていくと。ね。で、これで後で水やりをして、そしてまた置いといて、根っこをさらに伸ばしてもらって、大きくなってもらって、まあ来年あたり地植えしようかなと思っています。それでね、今回失敗したなって思ったのが、余った挿し木をこうやって大きいポット、3号ポット、3.5 号ポットにね、入れて何本も挿したの。で、こうすると、根っこを崩さなきゃダメじゃん。ほぐさなきゃダメじゃん。そうするとせっかく出た根っこが切れてしまうなってのをやりながら気づいてさ。だからやっぱりこういう風なちっちゃいやつね。このちっちゃいやつに入れて、そして
やった方が、そうすれば根鉢を守りながら先みたいに置いてやることができる。これだとね、まあ、ちょっと作業してみようか。あ、このままでいいや、ね、まずどうするかったら、まあ、普通の野菜みたいに抜きますと、まあ、根っこ回り始めてますと、でこれを植え替えしますってなると、どうしたって崩さなきゃダメだ、まあ、これはなるべく崩さないようにやりたいんだけども、かかって根っこが伸びてると、でこれが切れたか切れないか分かんないけど、ね、でそうするとせっかく出たやつがダメージ負っちゃうなーって、うん、まあ残ってたからダメ元はこういう風になってしまって、根っこほら出てるの分かるでしょ、ね、こういうのももし切れたりすればそれがダメージになって今後の生育にね影響出たら困るなって思って、そうするとやっぱりこういう風なちっちゃいのにやって1個やって、ね、ほぐして、あ、これ失敗してるやつだ、うん、根っこ出てない、うん、こういうのもあるんだけども、ね、さっきみたいに良さげなやつどれかな、まあ、こういう風に根っこが、まあ、ちょっとこれもまだまだ微妙だけども、根っこが回ってればこのまんま植えることができるわけじゃんね。だから根っこのダメージを与えないようにやるって考えると、やっぱりちっちゃいポットでやった方がいいなって、ちょっと手間だけれどもさ思ってます。まあ一応ね、このさっきバラしたやつ、これもそのまんま新しい土に刺して、置いて、まあ、生育すると思うからね。でもそれでもリスクを少なく考えると思うと、やっぱりちっちゃいポットでやった方が良かったなって思います。で今ね、夏調子乗ってさ、ダメ元で夏の今新しいブルーベリー挿し木してみたわけさ。今ちょっと持ってくるか、それね、それもね、ちょっと持ってくる。これが夏の今やったやつなんだけど、7月の頭にやったやつなんだけども、育苗箱にやったのさ。こうするとまたほぐさなきゃいけない作業出てくるなって思って、まあダメ元のやつだから、これも小さい、ポット、さっきのポットに移し差し直そうと思って、まあ、まだ1週間も経ってないから、まだ根っこ出てるとかないと思うから、差し直してしまおうと思います。だから本当によいしょ、ブルーベリーの挿し木やろうと思ったら、あの大きいポットに複数やったり、今みたいに育苗箱にやるよりも、これにね、このちっちゃいやつ、一般的なポットが、ちょっと待って、取れないな。これだから、ほら、だいぶ大きさ違うでしょ。でこのちっちゃいやつにやることを、俺はおすすめしたいなって。まあ、10年前失敗して、今年やって、なんかうまくいったから、ちょっと調子乗ってはいるけれども、やった経験とすると、やっぱこのちっちゃいので、やる方がいいと思います。この後の作業をね、あの、鉢上げしていくって作業をやっていけば、と思うんで、でブルーベリーやっぱ難しいからね、いろんな人にやってみてるんだよって、で前の動画出したりなんだりしたらね、やっぱブルーベリーは難しいよねっていう声が多かったんで、なるべくダメージを与えないようにやるために、このちっちゃいやつでやってみることを俺はおすすめします。でとりあえずどんどんこうやって鉢上げをして、ね、増やして、失敗をしてもいいように数打って、でやって増やしていこうかなと思います。で興味持ったら皆さんもやってみてください。何度も言うけども、このちっちゃいやつに刺す方が俺はいいと思う。根鉢ができて安定したまま鉢上げができるんで、こっちをおすすめしますっていうところで終わりにしたいなと思います。